おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、充電ケーブル挿すじゃん、携帯に。で、一晩寝たの。起きたらね、携帯の電池がつかなかった。断線してんのかな。3時間後ね、ようやく携帯がついてね、安心してます。じゃあ今日はすでにパーティー考えてあります。行ってみよう。いや、今回はちょっと懐かしいんだよな。あのね、僕がね、魔法使いとかやった時に初めて組んだみたいなパーティーなんですよ。まあね、ちょっと温かい目で見ていただけたらと思います。はい、パーティー的な穴ありますよ。はい、ホーステビとタホドラキーですね。はい、あのタホドラキーを1の頃から使ってて、それでね、ずっと使ってて、で、魔法使い追加されて、そのホースデビル、もうすごいいいなーって、個人的に好きなモンスターが詰め合わせてるんですね。はい。いや、穴だらけだな。いや、このね、なんか初心者っぽい感じ好きだわ、やっぱ。たまにはこういうのも使ってみたくなるわな。まあ、普通にね、まあ、対戦でこんなん使ったらね、ね、普通のなんか対戦でこんなパーティー使うものならっていう感じはありますけどね。はい。いや、でもこういうのもいいよね。うん。何より、まあ、攻撃技が呪文しかないんですよ、これ。もう一層言ってしまえば、なんとこのパーティーね、呪文が5つという雑な構成になっております。はい。にゃーん。タホちゃん吹っ飛んでった。ね、タホだらけに基本的に、ね、攻撃は集中するわけですけども、うん、まあ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 、魔法使いにも集中するか。タホだらけが一応回避数そこそこあるんで、だいぶある方だけどね、魔力上昇から入っていって、まずは、ね、結構基礎的な感じに落ち着いてんじゃないかな、パーティー的には。まあ、魔法使いだなーって感じはするパーティーですね。はい。ああ、まあ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 、まあ痛恨食らわんだけいいですよ。またやってんなーって持ち出すの嫌なんで。さあ行きましょう。マリック覚醒したんでね、これでね、魔法の分だけのためるが出ますよ。まあ400ぐらい出るじゃないですか。はい、わーお。で、まあテンションアップですからね、要は。さあ、真空の呪文バーギーで攻撃します。行くぜー。わーい、なかなか効いてる方だよ。まあまあまあ、2ターン目はじゃあね、これで入りましょう。2ターン目はまあ、みんな単体呪文でね。呪文のいいとこは確定命中ですよ。はい。何？あ、やべ、ホースデビルは絶対止まる。これじゃあ。ホースデビル食らう。ホースデビル？お前さ、パフォーリー弱いんじゃなかったっけ？あれ、ホースデビルお前、パフォーリー弱いんじゃなかったっけ？たまにそういうチェンジが発生しますね。はい、行きましょう、メラミね。魔導士の杖を見ながら放たれるメラミ、行きますよ、せーの。はい、ドンドンウオンドンウオンドンウオン !674! なんだなんだこのダメージは。おい、オッケー、ラッキーラッキー、それはラッキー。いいよいいよ。さあ行きましょう、ドルマ。暗黒の呪文を放つ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だ大丈夫だ。いいよいいよ、結構与えてるよ。さあ、タホドラキーもね、メラミを使います。魔法を使って組むとね。森のドラキーなのに、森のドラキーなのにメラミが使えるとはこれいかにと。はい。ねえ、こうして見るとね、やっぱね、回避率が高い連中にね、対してはね、こうやっていい進化を発揮するんですよ。いや、いいね。さあ、行きましょう。ラストはこれでフィニッシュだ。そういうことですよ。だから僕、はじめこのパーティー組んでたんですよ。はい、三味一体行きましょう。ね。もう、メラミ三つといえばもうわかるでしょ。メラゾーマですよ。そら、メラゾーマにもなりますよ。さあ、ラスト終わりでーす。お疲れー。勝負あり。いいね。たまにはこういうのもいいわ。でですね、こういう魔法使いパーティーっていうのは、一番ね、僕がまあ持ってたからかなっていうのはあるけど、使ってたスペシャルカードっていうのが、まあ、一番効果的だなって個人的に思ってるスペシャルカードがですね、まあ、ちょっと選択させていただきますね。はい、これですね。これが一番多分このパーティー使ってたと思う。はい、こちらスーパーハイテンションとなっております。はい。ね、全員の攻撃が大幅にアップすると。もちろん呪文にもね、適用されます。はい。でスーパーハイテンションになると命中率が下がっちゃうんですよ。だからよく外すんですけど、呪文なら外れませんよ。ほいどん、あー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 なんだなんだい。
なんだい君はどうしたんだい。やだな、そういうことを君たち始める。おい、ラッキーラッキーね。で、ここでメラミを撃っていく。オッケー、いいよ。で、これメラミをね、いきますせーの、はい、ドン、うわースーパーハイテンションで上がったね。こういうのもね、絶対呪文なら大丈夫ですから。はい。まあまあまあ、こういうのガードとかいうのはもうね、不良の事故ですよ。こんなもん不良の事故ですよ。なんだよ、お前の死神だって。どないなってんの。ガードそんな高いんか、死神の盾。いったータホちゃん痛いって、それは。タホちゃん、それは痛い、タホちゃんには。爆裂弾。まあ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 。まあまあ、あとはもう呪文でね、ゆっくり詰めていきましょう。詰めていけば勝てます。大丈夫大丈夫、全然。危ねえ。ああ、もう間に合うんだ。一瞬迷った。迷っちゃった。いや、もう状況判断もうちょっと上手くしていかんとな。うん。いくぜ、ドルマー。せーの。はい、ドン！オッケー！いいよ。ね、基本的に宝石はね、メラミなんですけど、本当は。まあ、ドルマの方がかっこいいから。いやまあまあ大丈夫。バギでね、弱点取れるよ。みんな弱点取れるよ、バギで。はい、ドン！オッケー！弱点取ってんね。呪文で攻める以上やっぱ弱点を取らないとダメージは出ないんですよね。だから会心とかに期待することもできないし、どうしても相手を選ぶ感はある。痛い。まあ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 大丈夫だ大丈夫だ。でメラミで、まあこれは戦士に打ってほしいけどガードされるかもね。行くぜメラミ。はい、ドーン。うお、お化けキャノル打ちやがったあいつ。お化けキャノル打ったぞあいつ。お化けキャンドルにメラ打つやつがあるかよ。おいおー、ラッキーラッキー。オッケー、よし、詰めるぞ。一気に詰めましょう、ここは。はい、な、三味一体終わりですよ、これでも。意外とこういう顔考えるとまとまってるパスには見えるんだけどね。だから弱くはないんですけどね、こういうなんか一極端のパーティーっていうのは、まあ、そういうコンセプトにもなりうるからね。さて問題はこれがどういう欠点があるかっていうとですね、まあね、もう見はわかりますよ。呪文5つですよ。呪文でしか攻めることができないんですよ、要は。はい、なので、まあ、一番こういう感じになった場合に使われるスペシャルカードっていうのがもう決まっていて、これですよね。はい。これ使われたらもうダメですよ。何があろうが。てかこっちのさ、1Pパーティーどないなってんですよ。258じゃないか、HP。こっちの方が気になってきたわ。なんやその HP のパーティーは。これ普通にま、これでも押し切られんじゃねえか。さあ、まずはね、このイダテンの刃、バー！はい。まあまあまあ、魔法って物理耐久ないからな、基本な。さあ、ヒートアップ、なんとヒートアップで、力5からね、繰り出されヒートアップいきますよ。何してんの、お前。あー、でも出たな。思った以上に出たな、お前。さあ、問題、ここからバギーを撃たれたり、もうダメですよ。マジックバリアですね。こういうことですよ。マジックバリア使われたらもうダメですよ。一旦ダメですよ。一旦全ての攻撃が無力化されることになるんですよね。要は。それって、このゲームにおいてちょっとさすがに致命傷すぎて、基本的なマジックバリアでやり過ごされちゃうんだよなーって。ただ、このか、あの今回はね、相手のパーティーのコスモ1258だからな。もしかしたらこれ勝てんじゃねえか、もしかしてこれ。ギズももう避けるわけじゃないし。勝てんじゃねえかな、もしかしたら。そう、一旦もう完全ダメージで負けてるからね。こうすると。まあ今回は相手の火力がないんだけど。まあ相手の火力こそないけど、今回は。どうなんだろう。以前紹介しました鉄壁パーティーなんですよね、こちら。1258、今の。これを貫通できるかどうかも試してみたくって。
あ、貫通できるわ、これは貫通できるわ、余裕の貫通できるわ。あ、意外と貫通できんだな、こうしてみるとな。ああダメだこれ、ギズモの弱点ついていって、意外と勝てんのかよ。嘘だろ、勝てんじゃねえか、お前まさかの勝てんのかおい。あ、そう、勝てるんだ、そっかそっか、勝てんのか、意外と勝てんのかよっていうね、ちょっと私ちょっと驚きですけど、これ勝てる、ね、これ勝てますね、はい。ギズもそんなに耐性が高いわけじゃなかったんですね、はい。物理耐性が硬いんだけどね。あ、勝てるわ、うん、勝てるわ。だってまだ魔法使いパーティー何も使ってないじゃないですか、はい。まだスペシャルカード使ってないでしょ、魔法使いパーティーね。ということは皆さんもうこの HP ですよ、滑るだけですね。あああれ意外と勝てんな。あれマジックマリア使ったら普通に勝ってんな、どういうことだろうこれは。あれ鉄壁パーティーが弱いのかいか。はい、というわけでね、今回魔力のね覚醒から放たれるね超強力なパーティーね、誰もが魔法使いだったら一回は組むかもしれないっていうパーティーを紹介しました。いや強いんだな。火力高っかって思った。だから意外と最初にね、まあマジックバリアを貼られた時にそのマジックバリアのアドを取られないっていうんだったら大丈夫だと思う。ただね、一つ欠点があって大魔王戦では使えないんですけどね。はい。はい、というわけで今回これで、ね、終わりたいと思います。お疲れ様でした。